こんにちは、ライトです。今日は遠征街の後編です。前編では勉強嫌いなお坊ちゃま遠征街が軍隊に入って威張ったり戦争の原因を作って逃げたり仲間を裏切ったりしながら山東省の準部と呼ばれる長官の地位に登り詰めるまでをお話ししました。そして当時この山東省では義和団と呼ばれる秘密結社が問題になっていました。この義和団は憲法を身につけて神が乗り移ったら刀にも槍にも負けない体が手に入るという宗教と武術が一緒になったようなグループなんですが ここの人たたちが暴動を起こしていたんですというのも前編でお話したアヘン戦争からの流れで当時のシーンには外国人が多く入り込んでいました。 キリスト教の布教も許されていましたから、あちこちに宣教師がいて、教会があって信者がいるわけですが、この人たちには自分たちは戦争に勝った人間で、真は負けた相手だというおごりがありますから、どうしても真の人たちをバカにするような態度を取ってしまいがちです。当然、キリスト教徒と真の人たちの間ではあちこちで争いが起きるわけですが、真の官僚たちは外国に気兼ねして、どうしてもキリスト教徒の側の肩を持ちがちなんですね。 例えば、教会を建てますと言って、キリスト教徒と地元の人間の間で土地の争いが起きると、裁判所はキリスト教徒に有利な判決を出すのがお決まりのパターンになっていました。 真の民衆が不満を感じるのは当たり前の話で、そんな流れの中から出てきたのが義和団の暴動というわけです。キリスト教徒を倒せ、外国人を追い出せという運動が三島省でどんどん大きくなっていくわけですが、外国側にしてみればこの状況は許せません。真の政府にはかなりの抗議が入りましたし、実際真はこの圧力に負けて三島省のそれまでの準備を罷免しています。遠征外はそんな流れで順備に抜擢されていますから、まずは騒動への対処が最初の仕事になるわけですが、真剣陸軍と ともに三島省に省入った遠征街はあっさり騒動を収めてしまいまいすただ山東省を追い出された義和団がどうしたのかというと今度は北京に向かうんですね途中には貧困にあえいでいたり社会に不満を持つ民衆がたくさんいてそういう人たちを吸収して大きくなりながらやがて義和団は北京に入りますそして外国人を暴行したり外国のお店を襲ったり挙句の果てには外国製の電柱や鉄道まで破壊し始めるんです。 ではこのギワダンに北京の政府はどう対応したんでしょうか。これまでの流れを見ると政府はギワダンを取り締まるのかなと思ってしまいますが、ことはそう簡単に運びませんでした。というのも当時は政府の中の人たちにも外国に対する不満が溜まっていました。 ワダ団が不審滅用というスローガンを掲げて外国の施設を破壊したり、外国人に暴行するのを見ていると、政府の人たちとしてもちょっと気分がスッキリしちゃうところがあるんです。そして朝廷で話し合いを行った結果、当時実権を握っていた政大公は外国に向けて戦布復刻してしまいます。つまりワダ団と一緒に外国と戦おうと決めたんです。 これを聞いてある程度物が分かっている人たちは呆れたと言います日本をはじめ列強の軍事力を知っていれば真の政府が義和団と一緒に戦ったところで勝てるわけがないんですそこで北京から離れた東南の地方長官たちは話し合って中央政府とは別の路線を取ることにしましたつまり列強との間で協定を結んで自分たちは外国人を保護するから代わりに自分たちの地域には攻めてこないでくれという約束を取り付けるんですこの人たちはもともと自分の地域である程度自由な支配権を持っていてど 独自の軍隊もありますから中央政府がなくてもやっていけるんですねとにかく中央政府との友倒れは避けたいということでそんな方針を取るわけですがこの協定の中にひょっこり紛れ込んできたのが遠征街です 実は、東南の長官たちが話し合いを始めた当初、遠征街はここに加わっていませんでした。というのも、この長官たちは自分たちと関係ないワダ団の騒動で巻き添えを食うのはバカバカしいという思いもあって対策を検討し始めたわけですが、遠征街が治める山東省はワダ団の発祥地です。むしろ当事者ですから巻き込まれたくないという他の地方とは立ち位置が違うんですね。しかも山東省って北京からかなり近い場所です。 遠征街がここを任されたのは2年前に偏邦派の幽閉計画を政大工側に密告して信頼を勝ち取ったご褒美みたいなところがあったわけですが自分に不利益が及ぶと思えば軽やかな身のこなしを見せるのが遠征街のすごいところですともあれ秦が宣戦布告すると日本ロシアイギリスフランスアメリカドイツオーストリアハンガリー帝国イタリアの8カ国連合が編成されましたそして北京はあっさり制圧されて秦の国力は大きくそがれてしまいます 一方、外国側と協定を結んでいた地方の州は、この戦争に参加していませんでしたから、損害を出すこともなく、その後も勢力を保つことになります。もちろん、遠征外も無傷で騒動を乗り切っています。乗り切ったどころか、戦争の翌年には、直令総督兼北洋通商大臣という地位に就くわけですが、これは真の官職では最も権力があると言っていい立場です。政治的な地位はものすごく上がりましたし、遠征外の持つ軍隊はより大きくなります。まさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。 ただ、順調に行くばかりでもありません。1908年に高所帝が亡くなり、その翌日には生太校が亡くなります。次の皇帝に即位した戦闘帝は当時2歳でしたから、代わりに父親の純真脳裁縫が摂政として実権を握るんですが、この純真脳からすると、遠征外はかつて墓術の返邦で兄である高所帝を裏切った宿敵です。 ものすごく憎んでいるんです。ですから純真脳は自分が実験を握るとすぐに遠征外の職を解きました。直名には故郷で足の病気を治しなさいみたいなことが書かれているんですが、遠征外の足は健康そのものでしたからちょっと陰湿な感じです。しかも殺害の計画まで進められていたそうで、それを察知した遠征外は慌てて北京を離れ、河南省で陰性生活を始めました。 そんな時期に国内は混乱の時代を迎えます。ギワ和団事件以降、真の国力は大きくそがれ、ほとんど外国の植民地のようになっていたわけですが、そうなると民衆の間では政府を見限る動きが出てきます。 各地で武装放棄が起きるようになって、1911年の10月10日に武将で起きた暴動では、武漢三鎮と呼ばれる武漢の町全体が革命勢力によって支配されてしまいました。革命勢力はそこで新たな政府の樹立を宣言するんですが、これって真という国の終わりを見せつけられるような出来事なんですね。この武将放棄をきっかけに、国の南側に位置する13の省がどんどん独立を宣言し始めました。 当然真の政府は慌てますとにかく武漢の革命軍を抑え込まなければということで陸軍大臣に命じて北洋軍の派兵を決めましたがこの人は10ヶ月前に大臣になったばかりの人なんですね。よく考えてみたら北洋軍を任せるのは心もとないということでやっぱり遠征外を呼び戻そうということになるんです。 地位を取り上げ殺そうとまでした相手に戻って軍を率いてくれと頼むわけですから随分虫のいい話で最初は遠征外もまだ足が治らないから辞退しますなんて答えていたんですが裏では自分の処遇や指揮権の範囲などについていろいろと条件を出して交渉していたようで結果的には自分の望む条件を政府に飲ませた上でこの話を引き受けます。 そして、遠征街の指揮する北洋軍が武漢を攻撃し始めると革命軍は押し込まれ、武漢は3日で陥落寸前にまでなりました。このまま攻撃を続けていれば武漢は落ちたであろうと言われていますが、ここで遠征街は攻撃の手を止めます。そして革命勢力に話し兵を持ちかけるんです。 この段階で真の政府はほとんど機能不全に陥っていました。摂政の純真脳は正式に謝罪を表明した上で遠征外を内閣総理大臣に任命。遠征外は政権を掌握すると同時に革命勢力との交渉でも全権を委ねられた格好です。すぐに交渉が始まるわけですが、この時に遠征外は革命勢力との間である約束を交わします。 それは遠征外が真の皇帝を退位させる代わりに革命勢力が新たに建てる国中華民国では遠征外を大統領にするという約束でした。 国の内閣総理大臣という立場にある人間が沈みかけた自分の国を差し出してそれと引き換えに新しい国のトップの座を手に入れようというのですからいくら何でも接想がないと感じてしまいますが革命勢力の側としても自分たちの力だけでは真を倒すのは難しいと自覚しています遠征外が北洋軍という巨大な軍事力と一緒に自分たちの側に立ってくれれば心強いわけですから双方の利害は一致しているんですただこの時遠征外の想定していなかったことが起きました 同じ12月の25日古くから革命運動の中心にいた孫文がアメリカから帰国するんです孫文はカリスマリーダーみたいな人でしたから革命勢力は熱狂しました普段は仲が悪いようなちょっと意見が違う人たちも孫文を前に一致団結しましたし真から独立を宣言していた地方省も孫文が戻ってきたなら我々も一緒にという雰囲気になってギュッと一つにまとまるんです 現実を見れば難しい問題が山積みなのに俺たちはやれるぜみたいな浮かれた空気になっちゃうんですねそしてそんな勢いのまま孫文を臨時大統領とした中華民国が南京に建てられましたこれを聞いた遠征外は驚いたと思います自分が大統領になる気満々でしたから腹も立ったはずで交渉を担当していた部下を翌日には解任したりもしていますちょっとバタバタする雰囲気なんですが一方の中華民国にしたって決して安定した勢力ではないんですね 孫文が帰ってきた勢いでなんとなく国を立てちゃいましたけど、冷静に考えてみれば自分たちに国を安定して運営する力はありません。この不安定な中華民国が南に、ボロボロになった秦が北に並び立った状態で2つの勢力は話し合いを続けました。そして結局中華民国側は皇帝の退位を条件に遠征外を大統領につけるという当初の約束を改めて提示します。そして大統領の地位を保障してもらった遠征外は早速秦の王朝に圧力をかけ始めました。 皇族たちには、今すぐおとなしく退けば幸せに暮らせると利益を解いて、その周辺には賄賂を送ったり、脅しをかけたりと様々な手を使ったようですが、1週間後には話がまとまり、戦闘艇の退位が決定。2月12日に正式に退位することで真が滅亡すると、翌日には孫文が大統領職の辞表を提出し、1月後、遠征会が中華民国の臨時大統領に就任します。 臨時大統領となった遠征街は新しい国を自分の思い通りに動かそうと考えていました。ただ中華民国では建国の際に作られた憲法で国民による選挙で国会を召集することが決められていました。そしてこの最初に行われた選挙で遠征街寄りの政党は惨敗してしまうんです。じゃあ誰が支持を集めたのかというと国民党という政党を作って選挙を戦った革命勢力でした。つまり侵害革命の前から各地で革命運動をしていた人たちが国会で多数派を占めたんですね。 この国民党の実権を握っていたのが総教陣です。古くから革命運動を主導していた一人で、孫文と比べてもより進歩的な考え方を持っていました。国民が選挙で国会議員を選び、国会議員が総理大臣を選んで、この総理大臣が政治を主導する議員内閣制を目指す立場で、大統領の権限は制限しようと考えています。そんな人が国会の多数派を占めたわけですから、遠征外としてはピンチです。このままでは自分の権限がどんどん削られていくのは目に見えていますから、 慌てて宗教人の怪獣に動くんですが、なだめても透かしても宗教人はナビできません。郷を煮やした遠征街はとうとう宗教人を暗殺してしまいます。 その後遠征街は国民党の弾圧を強めました当然国民党は反発しこれに地方の省も同調する形で遠征街を倒すための武装放棄が起きるんですがちょっと準備不足だったというかそれぞれの地方が連携を取れないまま戦ってしまったんですね一方遠征街には北洋軍がいますから結局暴動はあっさり沈められてしまいます反乱を抑え込んだことで遠征街はより一層権力を強めました 正式な大統領に就任するとすぐに国民党の解散を命令国民党の議員の資格を剥奪し挙句の果てには国会を解散新たに制定した憲法では大統領の権限をより強力なものに書き換えましたそしてさらには自らが皇帝となって絶対的な権力を握ることまで考えるようになります この野望を叶えるために遠征外は、当時中国に干渉する立場にあった列強の一つ、日本に対して根回しを始めました。自分が皇帝になることを承認してほしい、その代わり日本には見返りを差し出すという話をコストに持ちかけるんですね。その流れで日本が遠征外に突きつけたのが、対価21か条の要求です。日本が満州や三島省の権益を確保するために出されたこの要求はかなり強気で大きなものでしたから、話を持ちかけた遠征外自身も相当困惑したようです。 他の列強から日本への批判を引き出そうと画策するなど様々な抵抗を試みましたが、結果的には日本の要求を一部を除いて受け入れざるを得ませんでした。しかも要求を受け入れても日本は遠征外が皇帝になることを支持しませんでしたから、目論見は完全に外れたわけですが、遠征外はこの結果を国内向けのアピールに利用します。 こんな風に外国に舐められるのは中国が共和制の国になって弱くなったせいだ。皇帝を復活させて強い中国を作るべきだという世論が盛り上がるように工作するんです。さらには部下を使って様々な団体に働きかけ皇帝を復活させてほしいという請願を出すように仕向けます。そして請願がたくさん集まったところで国民会議を召集し、帝政復活を決定させました。この時皇帝に推挙された遠征外は 自分にはととててて、も務まらないと一旦辞退してみせて周りから「それでもお願いします」と声が上がるのを待ってから「だったら引き受けようかな」みたいな形で皇帝になるんですがもともと皇帝になるための工作は全て自分の命令で行われているわけですからなかなかの茶番です。ともあれ遠征外は国の名前を「中華帝国」と改め「貢献帝」となりました。 ただこれを歓迎する人は国の中にも外にもほとんどいないんですねしかも2週間もすると雲南省が独立を宣言し遠征街を討伐する軍隊が組織されましたそして他の地方も次々とこれに続きます こうした動きに対して遠征外は自慢の北洋軍で抑え込みを図るんですが、この時は十分な準備期間を取れませんでしたし、そもそも北洋軍の兵士にしたって、今更皇帝みたいな思いもありますから、なかなか指揮は上がりません。その結果、本来圧倒的な戦力を持っていったはずの北洋軍はあっけなく敗北し、追い込まれた遠征外は訂正の取り消しを発表せざるを得ませんでした。 結局、遠征外が皇帝の座についていたのは83日間だけで、その後は大統領の立場に戻ります。そして2ヶ月余り経った頃、遠征外は失意の中、56歳で亡くなりました。遠征外が亡くなると、中華民国の建国人に作られた憲法と国会の回復が宣言されました。つまり国の体制は遠征外が権力を握る前の状態に戻されたわけですが、それでも混乱は収まりません。 国の中には軍閥と呼ばれる軍事勢力が乱立し争い合う軍閥時代に突入していくんです。ほとんど内戦のようなこの時代は約12年続いて、一旦は蒋介石が国全体を掌握しますが、この蒋介石率いる中国国民党もやがて中国共産党の間で内戦を繰り広げることになり、結果この戦いに勝利した中国共産党が中華人民共和国を建国して現在に至るというのが大まかなその後の流れです。 中国で4,000年ほど続いた王様による支配が終わり国民による共和制の国家が誕生するという激動の時代に遠征外は流れを巧みに読みながらその中心にまでたどり着き大きな存在感を放ったわけですが結局歴史のの流れを変えるほどの力は発揮でできなかった印象です。決して英雄と呼ばれるタイプではありませんしむしろ嫌われることの方が多い人なんですが。 反対の見方をするとそんな人物が身の丈に合わないほど出世したとも言えるわけでやはりある部分では能力の優れた人だったんだろうなと思ったりもします。